ペガサスは、イギリス海軍の防護巡洋艦。ピローラス級の一隻で、第一次世界大戦時に、ドイツ海軍により撃沈された艦である。本艦は、イギリス海軍が、自国の通称路保護と植民地警備を主任務とする、小型の防護巡洋艦として、設計、建造されたクラスである。1896年5月帰港。1897年3月4日浸水。 1899年1月17日収益。収益後はアメリカ沿岸部に試験公開をし、その後は地中海、オーストラリア、中国、アフリカに派遣された。第一次世界大戦中の1914年9月20日、タンザニアのザンジバル港に停泊して修理中であった、ペガサスはドイツ海軍の防護巡洋艦。 ケーニヒスベルクの奇襲攻撃を受け、約8分間に受けた攻撃で、ペガサスは大きな損害を受け、同日午後に転覆して沈んだ。この戦闘時に、乗員の多くは陸上にあったために、死者は38人で負傷者は88人で済んだ。戦闘後に、病院船、ガスコンとスコットランド席の商船が、救難に当たった。 本館の残骸から10点に即射砲6門が回収されて再利用がされた。沈没した船体は同大船が終わっても遺棄され処分が決まったのは第二次世界大戦後の1955年に500ポンドで解体業者に売却されて解体処分された。ありがとうございます。